さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2023年1月の5日、朝の11時44分、佳子さま、眞子さまや皇室ご一同の方たちへのメッセージということで、ホームページ淡井圭介の履歴に、90番皇室へのメッセージがありますけども、こちらに未来からの時間軸からの、ちょっとごめんなさいね、光が照り返して見にくいかと思いますけど、緑色のところですね、からの会話ということで、こちらの方タッチもしくはクリックしていただいたら、まあ一般的にアップロードされている動画のところで、まあ私が基本的に、まあ心の声の方ですけども、それを伝えた時に、まあどういうふうな返答をされているかとか、まあそういうふうなことをね、まあちょっとだけ、ある程度記載しておきました。例えば25歳の誕生日という、動画で、25歳の頃のご公務かどうか分かりませんけど、まあ家紋だったと思いますけど、なぜ鳥を放った時に、羽ばたいていった時に、こっちがおおって思った佳子さまをおおって言っていたりとか、これね、もともとその佳子さまが高校生になられた頃に、眞子さまと佳子さまが前を歩かれていて、後ろで、紀子様がいらっしゃって、まあ、佳子様に向かってこう言ってる言葉の内容とかが、多分保護者という位置づけで紀子様の方に聞こえていると。で、紀子様が後ろから翻訳して伝えてると。で、それを前で歩いてる佳子様が、言葉にしてるものだから、後からね、映像、最初、佳子様と眞子様と佳子様が歩いてるのかなっていうところで、ここと投げて、後ろに紀子様がいて、後ろから翻訳していたと。で、後からその後ろに紀子様がいたことが、映像で、こう、奥のところがこう、映ってきた時にね、紀子様がいらっしゃったんですけども、こう言ってると。なんかこう、話術でこう、佳子様が言ってるようにもまあ見えたりするんですけど、まあそういうふうなね、動画とか、まあちょっと楽しい話とかも、入れておいて。で、高校生の頃、佳子さま起きませんでしたっけ？今思い出したんですけど、悠仁さまは中学生の頃に間違いなく僕の家訪ねに来たと思うんですよ。で、今一応僕の家の状況はどうかと言いますと、インターホンを押してもあんまりほぼ音が出ないです。これちょっと住宅公共公社の方へ連絡して、まあ修理してもらわなきゃならないと思うんですけども、まあたまに何年かに1回で、こういうふうな現象発生します。10年持たないですね。で、まあ、それ直してもらわなきゃ、インターホン押してもらっても、そもそもなかなか気がつかないということです。わずかに音が聞こえるんですよ。ほんのわずかだけ。もうヘッドホンしたらもう絶対無理ですね。聞こえないですね。テレビつけていても。まあ、去年で言ったら、今こそ新たな改革を市民グループ編っていうところで、多分国体か何かに公務に行かれてる時に、私が、多分私の声だと思うんですけど、ありがとうっていうのを、佳子さまが聞こえてきた声をカップ受け取りながら、ありがとうってこう言ってるんですけど、いやだと思うんですよ、女子の国体、そんなところも頭の中かせられへんっていう、その僕からの、まあ素直な気持ちなんですけども、多すぎると。まあそれでありがとうっていうのがこう、とっさに頭の中よぎったのか、それとも佳子様の方で別の人が誰か対応してくれてるとかちまって、それに対してありがとうって言ったのかもしれない。もうその辺のところわからないんですけども、まあまあこういうふうな内容も一応、アップロードしておいて、で、昨日の晩、本当に、詳細をはっきり書いてなかったのか、ホームページ、淡井圭介の日記の一番のところで、まあ、9日まで、ね、スポーツの勝ち負けとか、格闘技の勝ち負け、お休みということを記載してるんですけども、今日もね、4時間、まあ、別に睡眠薬飲んでないんですけども、4時間も寝れてなくて、後から、まあ、ちょっと詳細を書き込んだんですけども、スポーツの勝ち負けと格闘技の勝ち負け、1月9日までお休みって書いておいたんですけども、とりあえずその間は何もないだろうなと思って、
大きな大会とかあったらあったで、まあその時は書き込んでからの対応とか、まあルール法律でこれで誰か聞いてくれたらそれが証言ということで起こされたくないんですけども、本当に。まああと今日、まあエクスペンダブルズ4について説明と、石川県の、2024年1月1日、震度6強の地震について寄付金を世界中に募集します、日本の銀行で募集が始まったらそちらにお願いいたしますと、まあ、こういう内容をアップロードしたんですけど、まあ、内容を聞いていただけたらいいかなと思っています。まあ、もともとフルスラーパークで1997年8年働いていた時に、まあ、考えていた内容で、エクスペンダブルズ、作っていただいてますんで、まあ、その辺のところの意味とか、まあ、聞いていただいたら、まあ、ああそうだなと、まあ、思っていただいたりだとか、まあ、そういうふうなことを感じていただけるんじゃないかなと思います。で、まあ、それでそういうふうな経緯もあって一時期シルベスタサロンさんに日本に来ていただいたりだとか、まあ、そういうことがあったんですよ。まあ、炎のグリードとかも、こちらの方で、ロッキンの続編ということで、まあ、提案させていただいて、まあ、作っていただいたりだとか、まあ、もともと、以前表記あったんですけども、シルベスタサロンさんのね、もうルール法律、証言、公文書公開という法律ありますが、アメリカにも絶対あるでしょ。軍事機密も公文書公開の手にかかったら、どこからどこまで、隠さなきゃならないかわからないから、本当に。もともとシルベスタサロンさんでもともと軍人だったはずなんですよ。で、それで、日本に戻っ、あんちゃら、アメリカのハリウッドの方に、機関兵として戻ってきてから、いや、その第二次世界大戦があったじゃないですか。で、そのシルベスタ・ソロンさんが生まれた頃の年代と、第二次世界大戦と、その後の戦争とかいろいろ考えたら、まあまあそうだろうなっていうことが、まあまずわかるかと思います。だから、ランボーという映画で、ね、ああいうふうな、戦場で命がけで戦ってきたに、ランボー1の最後の方で言うんですけども、自分には、駐車場の、警備員の仕事すらないっていうことを、まあ、ランボーが泣きながら言うんですけども、まあ、そういうふうな、本当に現場行かれた方だから、言うことに説得力がある、重みがあるっていうことで、まあ、その辺のことについても、ある程度、述べています。あと、名前についても、バーニー・ロスという名前、ガンダムのポケットの中の戦争の、まあ、主人公は女性のクリスなんですけども、まあ、もう一人の主人公、バーニーの件について、まあ、そのガンダムのポケットの戦争という映画はどういうものだったかっていうところもあるんですけど、まあ、これをこう変なメッセージの時に言うべきかどうかちょっと難しいんですけども、まあまあいらなかったら省いてもらったらいいんですけども、余計だったとしたら、まあ、宮内庁のお考えで省くっていうのは動画を削除するんじゃなくて、その内容はちょっとこちらでは伝えないからっていうところで、まあ適当に見ていただいたらいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ポケットの中の戦争もリメイクしていただけたらいいんじゃないかなと思います。まあ、これはガンダムの作権を持たれてる。バンダイナムコさんになるんですかね。サンライズさんになるんですかね。まあ、ちょっとその辺のところよくわからないんですけども、もともとそういう深い意味が、そのエクスペンダブルズの、シルベスタ・ソロンさんの名前にバーニー・ロス、その男性のパイロットが、まあ結局亡くなってるんですけども、それ昔の戦争で例えた時にヨーロッパだったら、陸続きですから、まあ、近隣諸国と、まあ、親族の人たちもいたのに、戦争が起きてしまってると。だからまあ恋人、まあ、恋人関係に近いようなその2人が結局中のパイロットがね、クリスは相手がバーニーで知らない、バーニーは相手がクリスっていうことがわからないっていうところでスタートしてるんですよ。でスタートというかまあ戦ってるんですね、最後の方の戦闘シーンで。結局、まあ、まあ、バーニーが亡くなってるんですけども、実際そこまで全く同じっていうケースは、まあ、まだなかなかなかったにせよ、その親族間同士でね、戦争で、自分の親族が相手の、国の兵として来てたかもしれないけども、撃っていたと、本人も知らずに。まあ、そういうケースも中にはあっても全然おかしくない。もともとヨーロッパは国境がコロ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 変わってますから、一つの国としてコロ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 変わってるんですよ。だから、
戦争に対する、矛盾だとか、戦争はしてはダメなものだとか、それどころかエネルギーの残存量問題があるから、軍需産業もミサイルなんかも今作っちゃダメですよって、隕石が落ちてきたらみんな緊急避難、今はもう国連ということで、ルール法律で、物事動いてるんですからと、こういうことですね。そういうことをいろいろ述べてたんですけど、そこはしっかりと見ていただけたらなと思います。エクスペンダーズ4についての説明のところですね。それなりに良い内容を言ってると思いますので。以上です。そちらで述べているように、募金箱を持つ少年は土日あたりに現れるんじゃないかなと思ってるんですけども、それが銀行での、募金の呼びかけ、石川県の、正月、元旦の、震度6強の地震についての、給付金の募集が始まったら、僕はもう1万円札を福沢諭吉さんを、投入、募金箱へ、もしくは銀行へと、こういうふうな形で、行動しようかなと思ってます。その証拠を、記録しておいて、自分のホームページに貼り付けたりだとか、生活保護者でもこれぐらいのことできるんですよっていうところを、しっかりと、世間にアピールしておけば、大きな純利益を上げている会社からの給付金とか、そういったことが、見込めるんじゃないかと。もともと東日本大震災とかにそういうふうな、社会全体で大きな純利益を上げているところとか、富裕層の方たちが、給付金を出すものだと、いうものが、世界中にだいぶ広く、広まっているので、その辺のところはちょっとした呼びかけのスタートで、もう多くの方が参加していただけるんじゃないかなと思います。だからそこで説得力を持たすのに、その一番最下層のね、生活保護者が諭 吉さん入れてるよって、福沢諭吉さん1万円札入れてるよって、日本で一番高い支援入れてるよって、その辺のところで、これせんかったら、大人っていう言葉に置き換えてもいいんですけども、男女平等の話とかもあるんですけども、これせんかったらあいつ男じゃないって言い始めた どうするっていう話 そういうようなね、話でも、広めていただいたらいいんじゃないかなと思っています。エクスペンダブル4で言ってる通り、各皆さん、生活状況いろいろありますんでね、あんまり、無理していただかなくてもいいと思うんですけども、金額のところ、自分のできる範囲でというところで、動いていただけたらいいんじゃないかなと思います。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。何の番組見てたらさ、3日来たのが眞子さまだったかどうか、分かるのかどうかと、あと、朝からもうそれで春山整骨院に集まってきた人間はもう朝からギャー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 言い始めて、本当にもう絶対そことみんな来んなダメですよ。そこ出入りしちゃダメだから、春山整骨院と。基本的に老人が騒いでますね。だから、年を重ねて、集団化したときに、わがままになったりとかね、人への迷惑とか、考えれなくなってる人たちっていうのは結構多くて、それが結局、春山整骨院。だから年齢が上なだけで、別に粟井圭介より社会貢献したわけじゃないから 今までの実績、トータル、絶対勝てないから どこの世界探しても、本当に。その辺のところでね、ハレム整骨院に集まってきている人たちは、勘違いしないように。車で、朝から、もう朝の7時台とかから来たりしてるんですよ。ひどい時朝の6時台から。ハレム整骨院に。で、車で来てるっていうことは、エネルギーの残存量問題を理解できてないんですよ、結局。大人なのに。免許証を警察官が僕から今取り上げようとしてますけども、これはもう皇室の人たちへのご相談で、これも弁護士つけてもらって裁判せんかったら、埒明かないから、本当に。その精神病院の医者もね、免許の返納せんみたいなことを、返納について、診断書、返納しなくてもいいっていう診断書は書けないとか言ってるんですよ。これが本当の話。逆だから、全部。
春山整骨院にすぐ車で来るやつから免許取り上げたらいいの。もともと僕に対して、迷惑防止条例違反だとか、ストーカー行為法違反、仕事と見せかけてもストーカー行為法違反なんだから、仕事だったとしても同じ。市街地の中で、ただ人が出入りするような商業施設を作ったらダメだっていう判例がすでにあるんです。大昔から。そこをすでに違反していて、一回あそこの建物はなくなってるはずなんですよ。まあ、それがなかったとしても、どちらにしても同じなんですよ。で、最初のオープン当時なんか夜の12時、まあ、0時00過ぎまで、いろんな人間はずっと出入りしてましたから。で、車の音、バターンって、半分意図的だった人間は結構いたと思いますよ。半分意図的というか、最初からそれ目的で。スポーツの勝ち負けで狂ってるのか、無理やり起こしてたら勝てるだとか考えてるのか、そういう君たちが関係者なんだったら日本人負けるじゃないって、法律違反してるんだからって。うん。頭がね、あんまり良くないか分かってない。素直に僕に言われたことを従えないから。だからホームページに書いてる内容とかを見たときに、明らかにこの人が実力あるな、この人が実力あるなっていうことと、してきたことがすごいなっていうことを受け入れられない、受け入れられない人たちが集まってきてるから。だから言うことに、従えない。もう従うでいいと思いますよ。エネルギーの残存量もここまで話してるのに、すぐに車で春山整骨院に来たがる連中、その時点で分かってないですから。もう大人として扱えない。本当に。もう言ったから。春山整骨院の人間に。あとはその人は、ね、もう名前出してるんだから。その人がそこの中の人たちに伝えてないじゃ話にならないんだから。昔もそうだったんだから。何も状況変わってないじゃないって。ただあなたたちがお金儲けとかしたかっただけなんでしょっていう話になるんですよ。だからこれはプロ野球選手とかでもみんな同じですよ。ヤクルトスワローズの真中元監督は見つかった方。だいろんな人たちが来てたでしょ。ということです、その辺のところもまあ皇室の人たちが援護してくれたら助かるんですけど、この国の功績の見方はどうなってるんですか。まあ昔で分かりやすく言うと手柄ですね。まあそこまで貢献してくれたんだったら助けてあげようかと。それが普通だと思うんですけどね。どちらかというと警察官の方が間違ってますし、その辺のこと知らなくて、春山整骨院の人間は変わってました。だって、ハリキューマッサージの大学なんか作ってる時点で、税金流し込んで金儲けをしてた連中がいたっていうことなんだから。こんなもん横領罪なんだから。ハリキューマッサージに関して、科学的根拠はないんですから。大体みんなの税金なんだから。消費税上がっちゃうでしょ。だから決定権を本当は票握って、金稼ぎしてる議員さんに決定権を本当はあんまり持たせちゃダメだったんですよ。まあ他の法律があるからどうしても議員さんの方が決定権持ってしまうんですけども、結局万博開いたりしてるでしょ。カジノもそうじゃないですか。国会議員の人たちは自分たちがストッパーになったらよかったんですよ。各都道府県知事とか市長も。それこそ最高裁に訴えたらいいんですよ。市長とか、知事とか、地方議員が。それできないでしょ。しないんでしょ。それだけの根性なかったんでしょっていうことですよ。まあどっちが上ですかっていうことになるんですよ。エネルギーの残存量までとか分かってた、本当の答えを持ってたのは誰ですかって。変な、余計な開発とか、まだ大阪でしてますけども、道路とか、なんか屋根作って。エネルギーの残存量まであるからダメよって何回か僕に言われてやめとこうって言っていて、精神病に生かされてる間にいつの間にか作ってるんですよ。その辺のところでも建築業界ももうダメよっていうことになりますから、でその建築業界、警察官の、その警察としてね、警察手帳を持って働いてた人間とかを混ざっていたっていうことになりますから、それは目撃してる。ダンプを運転していた。民間と公務員が混ざりすぎると、もうどうしようもなくなってしまいますから、だからその辺のところね、しっかりとご対応していただけたらなと思います。まあここまで本当のこと言っといても、ここまで来たらこれが結局世界への SOS みたいな形になりそうな気がするんですけども、以上です。もうここまでのことが明るみになってね、宮内庁に電話かけて、宮内庁の方もアポイントを認めなかったら、それはそれで宮内庁も疑われますよ。本当になんで彼を助けないのって、世界中のまとも側の、法律家からしたら。でそれを達成できないっていうことは、結局エネルギーの残存量問題解決できなくて、人類は多くの先進諸国でスーパーマーケットに食料がなわらくなって、産油国、大量の、まだ原油が残っている国以外の国、順番に物流が止まって滅んでいくんですから、まあ、何人生き残れるかの話ですよ。日本人もほぼ全滅すると思いますよ。
ここまで時代が発展して、都市ガスはない、電気も発電できない、で、トラックも動かせない。もうそんなったらもう絶対無理ですよ。どう考えたって。今更運んで、人間が物持って運んで、運搬能力なんかあるかって言ったらないですから、ほぼ。それをその程度のことで躊躇してる人たち、正直、何のために法律がなったんですかっていう話ですよ、法曹界の人たち。第三者の善意とかあるのに 絶対そうなるでしょう。わかんない、本当にこの国。いつになったら真面目になってくれるのか。以上です。ちょっとぐらい言いたいこと言えて、ちょっとね、心の負担は取り除いたりとか、そういうふうな、ちょっと笑い話になるような、楽しいような、内容を、未来からの声掛けで選んだりしたのも、結局、地震に対する呼びかけですよ、未来からの。で、それは聞こえてるから、それに対して、国会が、能登半島の人たちをね、避難、させていなかったっていうところで、だから未来からの時間軸から声が聞こえてくるっていうことを、もうこれ世界中でフルオープンにした方がいいですよ。その方が世界中で大地震ってたくさん発生してますから、言ったところで全員が全員従うわけないから、せめて政府やその各ね、都道府県知事、市長、ね、各議員、行政の人たちが一般人の人たちの家まで行って呼びかけて、例えば、投函したりとかして、行政からの指導ですっていうことで、避難してくださいって。で、例えば、石川県でした、近隣の、ちょっと離れたところの方がいいんじゃないですかね、今、もしマニュアルを作るんであればね。一つ、隣に隣接しているところの県からもう一つ先まで避難しておく。だから、大まかに、未来からの時間軸で、例えば2024年1月1日に震度7の地震が発生していますと、それを伝えられたときに、じゃあ隣の県とかはどうなってるんだっていうところがあるじゃないですか。で、これ、急いで僕も地震とかを見たら、すぐ伝えなきゃならないっていう気持ちにどうしてもなるんですね、心情的に。だから、九州の大地震みたいに地震が発生した後、もう一回大きな地震が発生する可能性だってあるから、ちょっと様子を見てから未来の時間軸から声掛けをした方がいいのかどうかとか。だから、その辺のところで、間違いのない正解を最初から、求めるのであれば、隣接している、県への避難をやめて、それを一つ超えた先の、各都道府県に逃げると。避難すると。今回は能登半島っていうことまで、伝わってるかどうかっていうところはあるかと思うんですけども、例えば京都とか兵庫県とか、滋賀県、三重県、愛知県、そういったところ、あと長野とか、そういったところに、避難すると。空き家ぐらいでしたらいくらでもあるでしょうから、そこに一時避難していただいたらね、結局仮設住宅とか作らなくて済むじゃないですか。で、あとは寄付金の集め方で、もう一度家を建て直す人は建て直すでしょうし、もう一度地元に戻って賃貸の、マンション、アパートに住まれる方は住まれるでしょうし、その辺のところは年齢とのご相談で、ある程度の年齢になってもう一回一軒家建てようなんて誰も思わないですから、その辺のところは各自のご判断で、あとは、商業施設に関して、商店とか営んでた方たちにどういうふうに、バックアップしてあげるかっていうところで、それは東日本大震災で大きな手本がありますから、それは同業者の人たちが助けてあげたらいいと。そういうふうな形になってくるかと思います。1万円札投入プラス大きな純利益を出してる会社が、それ相応の金額を出してあげたら簡単だから、ね。あの時しっかりと避難しておけば、結局、死者は出なかった。怪我人も出なかった。お亡くなりになる人がいなかった。で、救出活動とかしなくて済むから、倒壊した家に関しては、その人たちがね、もう一回自分の家見に行って、倒壊してるかどうか確認して、もうこの建物解体してくださいとか、そういうふうなところ、
ね、あの意見集めてすぐに解体して運搬して、まあ、道路もその間に、ね、あの復旧させていってで、復興はできると。あ、そうじゃなかったら何のために未来からの時間軸からね声が聞こえてくるかっていう、まさにこういう時でしょっていうことになるんですよ。あ、その辺のところでこれだけ芸能人の方たちとか増えて、まあ、国会議員の人たちもすごくよく聞こえる方だと思いますけども、まあ、安倍政権の頃から言ってましたからね、僕は。だからそれがなぜ、まだできてないのかなっていうところですよね。だからそれは国連との話し合いになるのかもしれませんけども、国連のその規模での、情報。だからそれに関して、もう話合わせてもらったらいいんじゃないですか。だって、世界中にね、テレビ出演者の人たち存在するんだから。それはみんなも分かってるから、分かってる人、そういう人たちで本当の話をして証言として扱って、まあ、裁判所は真実が全てなんですから、まあ、それ以外のところも真実が全てですよ。間違えてたら間違えてましたになりますから、まあ、もうそれでいいと思いますよ。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。まあ、まだ佳子さまなどと会えることを心待ちにして、本当はこっちも SOS ですから、ちょその辺のところ分かってたら自分たちの方から声かけやすいじゃないですかって、原告側の方に声はかけやすいっていう、被告人側には声かけにくいけどもって、そういう当たり前の話からちょっと話進めましょうよと、本当の話をと、まあそういうことですね。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。まあ、着信登録の設定と着信通知の設定と、まあ、分からない方は身の回りの方に聞いていただいたり、販売店の方で聞いていただいたり、あとまあ説明のところも、しっかりと見ていただいたり、ホームページ淡井圭介の歴というものを作成していまして、まあ、初めてこの動画を見る方は、まあ、基本的にホームページ淡井圭介の歴の一番のところにその日、何を記載したかっていうものを、何をアップロードしたかっていうものをアクセスできるようにしたかっていうものを、載せています。で、そういうようなところを、まあ、書いてる文章に関しても、まあ、そういうところを見てもらって、あとは、まあ、YouTube 一覧表とか、ものすごい数ですけども各業、まあ、ある程度目次のところで分けてるつもりではありますので、まあ、そんじょそこらの番組見てるぐらいだったらこちらの方がよっぽど、有益ですよと、まあ、そういうことがご理解できるんじゃないかなと思います。以上です。